今回は金玉を撃ち抜かれた警視総監のお話。彼の名前は梶俊義。明治時代に警察制度を確立したことから日本警察の父と呼ばれています。そんな彼は若き頃戦闘中に敵から狙撃され弾丸が股間に当たってしまいます。しかし撃ち抜かれたのは袋だけで弾自体は無事だったんです。戦場でも怖がらず弾袋が縮み上がっていなかったので冒頭玉袋との間をちょうど弾丸がすり抜けたんです。この逸話から川路の強胆さを示し川路の金玉と称えられることに最強の武勇伝ですね。